治療に使用する装置用視線治療は、粒子線治療に分類される放射線療法の一種法。癌に対して用いられ、日本国内では約20施設に治療装置が導入されている。粒子線治療には他に、陽子よりも重い粒子を使う重粒子線治療がある。線形加速器、サイクロトロン、シンクロトロンなどの加速器から幹部に陽子線を照射する。 2016年診療報酬改定で小児がんへの陽子線治療が公的医療保険の対象となった。生物学的な効果は X 線の照射に対して陽子線が1.1倍、重粒子線が3倍とされる。陽子線治療の適用部位に関しては、胃や腸は常時動いていて正確に照射することが困難なため、先行の危険性もあるので、胃がんや小腸がん。 大腸がんの原発層に対しては実施されていない。多中エネルギーの陽子線を照射して、ブラック曲線のピークと腫瘍の位置を一致させて、選択的に腫瘍に放射線を与えつつ危険臓器の障害を抑える。その他北海道大学病院陽子線治療センター、札幌佐田新海病院陽子線治療センター、北海道大野記念病院札幌校機能放射線センター、 南東北岩陽子線治療センター、高井病院、兵庫県立粒子線医療センター、附属神戸陽子線センター、岡山大学、津山中央病院共同運用が、運洋子線治療センター、メディポリスが、運粒子線治療研究センター、など、ありがとうございます。